こんにちは、ゆっくり霊夢です。ここは小倉駅前交差点、小倉駅前、という交差点名ですが、平和通り駅の方が近いわね。北九州モノレールで小倉駅から一つお隣の駅です。勝山通りと平和通りが小倉駅前交差点で接続し、北九州モノレールが通る平和通りを北に約250メートル進むと小倉駅、東西方向に通る勝山通りは1992年までは西鉄北九州本線の路面電車が通っていたことから、旧電車通り、とも呼ばれていて、この付近に小倉駅前電停が設置されていたそう。西鉄北九州本線は門司から、門司駅前、砂津、小倉駅前、下伊東津、中央町、八幡駅前、黒崎駅前を経由して折尾へ向かっていた路線。廃止後は西鉄バスが代替路線を運行していて、エメラルドグリーンの電車代替色と呼ばれる車両は、砂津、小倉駅入り口から黒崎、折尾駅を結ぶ行き先番号1番の路線で使用されています。勝山通り沿いにはオフィスビルが多く立ち並び、西鉄バスの多くの路線が勝山通りを通過、小倉駅前交差点の東側に小倉駅入り口バス停が設置されていて、西方面乗り場には、伊東津の森公園前、中央2丁目、黒崎、折尾駅方面の1番、特別快速1番、中井口、幸い町、戸端駅、若松駅前方面、鞘ヶ谷方面、中原、戸端駅、製鉄飛び旗門方面、青葉車庫方面、三萩野、中谷、愛の栄車庫方面など、様々な路線が停車。黒崎方面の特別快速1番の一部は連接バスによる運行です。様々な動物が見られる伊東津の森公園前まで約14分、260円、八幡中央区商店街最寄りの中央2丁目まで約26分、330円、西鉄黒崎バスセンターまで約42分、390円、戸端駅まで約30分、300円、若松駅前まで約30分、360円です。北九州市小倉地区の西鉄バスは小倉駅バスセンターに乗り入れない路線も多いので、小倉駅周辺で西鉄バスに乗車する際はご注意を。反対側の東方面乗り場は約150メートル離れています。小倉駅前交差点から勝山通りを東に進むと、福岡響信用金庫小倉支店、大分銀行小倉支店、三井住友信託銀行北九州支店などの金融機関、カラオケ館、快活クラブなどが並び、勝山通り沿いはオフィス街の雰囲気。勝山通りの歩道は狭いので、通行の際はご注意くださいませ。この先には大和証券北九州支店、丸三証券北九州支店などが並び、道路向かいの映像右側には、もつ鍋、水炊きのお店、コラーゲン、出雲名物の割子そばが食べられる、出雲そば本店、といったお店がありますよ。勝山通りの北側は、米町一丁目。南側は、鍛冶町一丁目、という住所。今回は福岡県北九州市小倉北区米町一丁目の散策です。狭い範囲を細かく散策しますよ。うっそう、めっちゃかっこいいビルね。福岡市博多区に本店を置き、福岡県を中心に店舗を展開する、西日本式銀行の北九州営業部です。ララテラス、というビルにはエイブル、美容院、料理店などが入居。街中のセブンイレブンで店外にゴミ箱が設置されているのは珍しいような。水色の連接バスがこちらにやってきたわね。砂津から小倉駅入り口、伊東津の森公園前、中央2丁目を経由して黒崎へ向かう、特別快速1番の一部便で使用されていて、連接バスは2019年より運行開始しました。小倉駅入り口バス停の東方面乗り場には、門司駅前、門司港レトロ、田の浦、メカリ方面、都市高速経由の門司港レトロ、田の浦方面、都市高速経由の常見営業所方面、霧ヶ丘三丁目、三里部小倉方面、砂津方面など様々な路線が停車。チャチャタウン小倉最寄りの砂津まで約4分、150円、門司駅前まで約21分、300円、門司港駅前まで約40分、390円、メカリ行きに乗車して関門トンネル人道口まで約55分、410円、関門トンネル人道を歩いて本州、山口県下関市へ行くことができますよ。小倉駅入り口バス停は歩道が狭く、広い待合スペースがないため、バスをお待ちの際や乗り降りの際はご注意を。栄新館は九州地方を中心に教室を展開する進学塾で、久留米大学附設高校、ラサール高校、小倉高校など、進学校への合格者を多く輩出しており、高校受験に強い進学塾のようです。栄新館付近で左折してきた進み、
野次工事ビール工房は口コミ1500件以上の超人気店。フルーティーな香りが特徴で様々なグランプリで日本一を受賞した焙煎、適度な苦味と香りが特徴のペールエール、淡い琥珀色の桜ビールなどのビールを提供。焙煎とペールエールの2種のビールで煮込んだお肉料理、石窯で焼いたピザなどお料理も本格的です。西鉄バスがめっちゃ通過するなぁ、わら。西鉄インコクラは西鉄グループの西鉄ホテルズが運営するビジネスホテルで、大浴場、サウナを備えていて、朝食は焼きうどん、柏うどん、ぬか炊きなど北九州名物が食べられるとのこと。北九州予備校は九州、山口地方で教室を展開する予備校。先ほどの場所は北九州予備校の小倉寮で、北予備の寮は携帯電話持ち込み禁止、茶髪禁止など規則が厳しいことで有名。北予備の寮は刑務所だとネットで言われるほどです。前後西鉄バスに挟まれている更新工業の可愛いラッピングバスは北九州市営バス。北九州市営バスは若松区を中心に運行されていて、小倉駅周辺には毎時1、2本程度乗り入れ。北九州市営バスは小倉駅入り口には停車しません。勝山通りをしばらく東に進みまして、こちらの梶町2丁目交差点で浅香通りと接続、右折して浅香通りを南へ進むと境町、河原口方面、左折して浅香通りを北へ進むと浅野方面で、浅野と河原口を結ぶため浅香通りと名付けられています。梶町2丁目交差点の西、東、南に米町バス停が設置されていて、観覧車付きの商業施設チャチャタウン小倉はここから勝山通りを東に約300メートルです。9月、チャチャタウン前駅の西鉄バスは北九州市内で大量に見かける行き先ね。砂津方面からの西鉄バスは、直進して勝山通りを進み小倉駅入り口、魚町方面へ向かう路線と、浅香通り、馬喰町筋を通って小倉駅バスセンター方面へ向かう路線の、往復2方向に分かれます。いやー、それにしても西鉄バスが頻繁に通過していくなぁ。西鉄バスといえば福岡市内で大量発生することで有名ですが、北九州市内もなかなか台数が多いっすよ。怪獣たちのいるところ、怪獣が本当に集まるのかしら。原野は日本酒の種類が多く、お魚が新鮮で美味しいという口コミありです。道路向かいには横浜工銀信用組合北九州支店があるわね。2017年に横浜中央信用組合と九州工銀信用組合が合併して発足したということで、横浜と名が付きつつ九州でもちらほら見かける金融機関となっています。浅香通りを離れて左折し、西へ進みましょう。この付近は道路を境に米町1丁目、京町3丁目という住所、西鉄インコクラの北東付近です。1569年に毛利氏が小倉に城を築き、その後細川忠興によって本格的に小倉城が整備されたことにより、小倉は城下町として発展。小倉駅周辺には魚町、米町、梶町、今夜町といった町名が見られるほか、かつては馬喰町、鳥町などの町名があったなど、食用に由来する地名が多く、小倉城から紫川を挟んだ東側は商人や職人が住む町人地とされていたようです。米町は米屋が多く住んでたことに由来するのでしょう。現在の米町の範囲はこのようになっていて、1、2丁目が設置されていますが、町名整理前の米町はこちらの道路沿いに1から12丁目まであったみたい。現在の勝山通り沿いはかつては大阪町と呼ばれていて、旧米町6から12丁目、大阪町6から12丁目などが町名整理の際に米町1、2丁目となったみたい。なお、米町1丁目の町内会は、町名整理前の旧米町1丁目、現在の町町1丁目の一部を中心とした範囲となっているなど、町内会は町名整理前の旧町を踏襲しているようで、八坂神社の例大祭で毎年7月に行われる小倉祇園太鼓は、この町内会ごとに出汁を引くみたいね。旧米町8丁目付近には米町公園が設置されていて、旧小倉総合、小倉伊勢丹、コレット、アイムの線として、2019年9月に開業し、オフィス、マンションで構成される複合ビル、ガーデンシティ小倉が見え、ここは小倉駅から南東に徒歩約3分の場所です。楽天ライフルステイホテルが米町公園の南東に建設中、いつ頃開業するのかな。左の一宮ビルには、サバの刺身を特製ごまだれで和えた福岡の郷土料理、ごまサバが美味しいと評判の春工房蔵、
個室を備えていて一人でも入りやすい焼肉店オンドル、コースの料理がボリュームたっぷりという口コミ多数、食堂パンチ松五郎などのお店、オフィス、脱毛サロンなどが入居。ここはセントシティの南東付近ですね。鬼町公園でウォーキング中のハトさん、あんたは羽が茶色でチャラいわね。そういえば北九州市の成人式ではアヒルが参加していたとか、来年の成人式はハトの被り物やお地蔵様のコスプレなんていかがでしょう。米町公園は2014年にリニューアルされたそうですが、公衆をトイレのお便器は小倉北区に本社を置く等々、屋根は若松区に本社を置くエコウッド、花壇周りのレンガは八幡西区に本社を置く黒崎播磨といった北九州市の企業の製品が使用されているとのこと。公衆をトイレの壁のタイルはカラフルでいい感じ。米町公園の路面タイルにはどこかにハートの形があるらしいのですが、撮影時はこのことを知らずにスルーしてしまったわ。この先には飲食店が多く並んでいて、純公園は店員さんの接客が良いという口コミ多数。お店の前の自動販売機では冷凍のカレー、味噌チゲ、ハンバーグを販売。一流は小倉駅地下の人気ラーメン店で、豚骨ラーメンは匂いが少なくあっさりとした味で食べやすいとのこと。豚味噌ラーメン、武士ラーメンなどのメニューもあるみたい。これは巨人の星かしら。焼き鳥店、野球鳥にはホークスファンが集まるそうです。炙りタオは天草大王、黒薩摩鶏などの炭焼きや新鮮なお魚が食べられるお店。イタリア料理店ブッド・バンビーノはパスタ、サラダ、パンがセットになったパスタランチが1000円程度のお値段で食べることができ、麺は細めで食べやすいとのこと。純公園付近で左折して南に進むとフグ、ノドグロが美味しいと評判の和食店78、懐石料理を提供する一つばきといった高級な雰囲気の料理店が並びます。勝山通りに出まして、少しだけ西に進み、大分銀行小倉支店付近で右折して北へ進み、金属採掘店、歯科医院などが並び、赤い外観が特徴のお店はスペイン、バル、オーで、パエリア、アンチョビキャベツ、アヒージョなどの料理やサングリアというワインが美味しいという口コミ多数。シルクはレトロな雰囲気の喫茶店で、看板犬のトイプードルがお出迎えしてくれるとのこと。塩梅は日替わり御膳の見放題コースなどのメニューがあり、新鮮なお刺身の盛り合わせ、ホルモン鍋などの料理を提供し、飲み会、宴会の利用に良さそうね。お刺身が美味しくて落ち着いた雰囲気の一斉、お通しを含めてお料理が美味しいという口コミが目立つ親父の仕業といったお店が並び、北九州モノレールの線路が見えてきて、右折して北へ進むと小倉駅です。今回は福岡県北九州市小倉北区米町1丁目を散策しました。動画の感想、小倉、米町の思い出、散策してほしい場所などがあればお気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルでは地域、町をメインテーマとして町散策、地域紹介などの動画を投稿しています。チャンネル登録や通知をオンにして定期的に動画をご覧いただけると嬉しいです。ピンク色の連接バスは砂津から小倉駅バスセンター城の駅前を経由して常見営業所へ向かう特別快速10番で使用されていて、2021年7月に運行開始。最後は連接バスが交差点で左折する様子をご覧ください。